武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は京都産業大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが時間60分で大問が3題、出題されております。で、問題の構成としては、全てマークですね、になっており、で、まあ聞いてくるもの自体は割と基礎用語なので日大レベルの参考書ができていれば十分なんですが、割と現代の話まで聞いてくる問題も多いので、近現代史、まあ戦後以降の話など、特に現役生でその授業などで結構なかなかその扱いがギリギリになっちゃってるような人は、ちょっとそのあたり補強していくように心がけておきましょう。で、資料が基本毎回出題されております。ただ資料自体は大した量が出るわけではないので、まあ不安であれば資料問題集追加でやっておいてもいいですが、まあ問題とか解いてる間に出てくるやつを一通り知っておくとか、まあ出てきたら資料で調べる、資料集で調べるみたいな形でやっておくといいかとは思います。で、まあ用語に関しては割と基本的なものが多いので、大半その日大レベルの参考書をやっておけば十分ですが、一問一答などで、ちょっとですね、まあ通詞で全部出てきた単語だけじゃなくて、そのなんというか設問として聞いている用語じゃなくて、その周辺の用語とかでも、多少入れておく、習慣はつけておいた方がいいかと思います。とりあえずその分野的には近現代の範囲は先ほど言ったように結構出てきますので、このあたり、取りこぼしないようにですね、しっかりやっておきましょう。で、文化史などの出題も、それなりにありますので、文化史、苦手な人は、ちゃんと補強していくように心がけてください。以上が日本史の勉強となります。